はい、おはようございます。ちょフォルテです。シャキーン。あ、これ読みじゃん。というわけでね、本日は何の動画かと言いますと、朝起きたら右目が大変なことになりました。痛い、2日前からね、急に右目が痒くなってて、で、なんかこの痒さおかしいなとか思ってて、寝てた時の夜中になんか目がみるみる腫れてきたんですよ。で、朝起きたらこのざまです。いや、もうほんまに大変なことになってしまいました。で、まあこの原因としては、まあメイボっていうんですかね、あとは物もらいかみたいな可能性があるかなと思うんですよ。で、病院に行ってきました。で、行ってきたら、まあなんかちっちゃいやつができてて、これ結構強力かもしれんけんっていうので、まあ、抗生物質とあと目薬をもらいました。で、こんなにね、あの腫れたのは実は2回目なんですよ、目が。で、小学校5年生の時に1回めちゃくちゃ腫れて、それは海の学習ってやつで、まああの海があるじゃないですか。で、小学校の時友達と行ったんですけども、あの学校の授業でね、で、海の学習でうわーってな、泳いだ瞬間に綿棒ができました。その時多分雑菌が入ってたんでしょうね。で、その時以来なので、結構ね、あの時を思い出しました。すごい生活しにくいんですけども、まあちょっとね、早く直してやっていきたいと思います。しばらくはこんな感じのね、醜い姿となりますが、どうかお願いします。まあこれでも美しいでしょう。シャキン、バイバイ。